こんにちは、JP です。今回は曲がった天井、前回こちら断熱ね、やっていったので、今回はセコボード貼って、ここに曲がった天井作って軽装度まで一気にやっていきたいと思います。難易度はいくつですか？お、始めるぞ。前回もこの曲がった天井っていうのを作ったんですけど、まだ見られてない方はね、ぜひそちら見てください。先にこうセコボードを貼ってしまって、その上に曲げ合板貼り付けたんですね。その時にここのセコボードとこの曲げ合板の段差がやっぱ10ミリぐらい生まれて、そこをこうパテ埋めするのが結構大変だった。それも踏まえて先にこう曲げたものをつけて、このラインにセコボードをボンボンとドン突きで当てていくと。そうすることによって前生まれたこの段差が生まれない。で、よりシンプルでホームセンターの材料なんで、これなら誰でもできる。ここにブレスがあるので、それに当たらないぐらい、今回もこの出幅としては120かな、ここでいきたいと思います。これ壁天井でね、原寸取っていきます。で、ここ120出す。このポイントと次天井側と壁側のポイントを知りたいので、今から原寸で取っていきます。今回この910のベニヤ板を使うので、まずその910のベニヤ板で原寸を取っていきます。910の真ん中455のところをこのビスに当てて、まずこの壁側の位置を見ます。で、ここで計画よっ、よいしょ、はい、ここですね、はい、507、2が507、壁側が518、518で、ここの、受けの部分を作っていくので、まずこう直角で、2×4 を使うので動いて、こことここです。これを作っていきます。満足です。満足しました。お腹いっぱいです。お腹いっぱい。受け終了。受け終了。いや、ここ天井を曲げるところを先に貼ろうと思ったんですけど、うまくいかなかったので、ちょっとプランを変更して、先にここのセコボードをね、貼っておいて、ちょっと材料を今調達しています。で、最後に貼りたいと思います。プチをちゃんと潰したから綺麗かもな。うん、
アタック。あ。アタック。アタック。今回使うのはこちらのベニヤ板ですけど、4mm と 5.5mm 合わせて 9.5mm で、石膏ボードと同じ厚みになるようにしてます。もうこのベニヤ板 4mm、5.5 はもうほぼホームセンターで売ってます。なので、まあ、どこにでもあるね、材料で今回曲がった天井をね、作っていきます。で、これ半分に切れたんで、これから先にちょっとね、曲げる型をつけていきます。あらかじめね、ちょっと曲げていきたいと思いますね。あ、やっぱり 4mm、あ、ダメですね、これ。え？ 4mm 曲がると思ったけど、あれ、割れた。え？あっか。ダメですね。ダメって？もう割れた。割れた？かんな。え？これダメです。水につけようか。柔らかくなりますよ。水につけよう。これ、こう割れた。あ、オンドラもういっちゃってるわ。水をかけたら曲がると思うんで、ちょっと水をかけていきます。さっきでもだいぶいったよ。めちゃめちゃ曲がってますわ。もうちょい、これ。あとちょっとっすね、これはマジな話で。はい、ご飯が届きました。これがピロピロに曲がるやつね。これを待ってました。最初ですね、
頭の中で4ミリぐらいだと曲がるんじゃないかなと思ったんですよ。僕はど素人なんで。でもそう簡単には曲がらない。多分曲げ方とかもしかしたらあるんかもしれないですけど、まあ水をちょっとぐらいつけたぐらいでは曲がらないですね。いい勉強になりました。で、あの余った材料はね、何かに必ず活用したいと思います。ストレッチさせてやるんですね。いいよ。音がもうこれ何回聞いても慣れん。せーの。もう曲がれてる曲がれてる。がここと、ここと、はい、ここと下地のところです。ちょうどここのこの合板のセンターね、うんうん、これがちょうど下地作った受けのところに首をなってるから、そこにビスを打てばいい。そう、ビスきますって、一瞬ですって。本当に一瞬。気合入れろ。うん、出よう。せーの。おすごっ、めちゃくちゃ回るよ。何笑ってるの。いやいや、お前の必死な姿にちょっと感動した次第です。そこおっしゃおっしゃ、いけ、いいんです。あれ待って、これ無理じゃん。ちょっと待って、やっぱそこカゴ、あ、もう一度カゴ、入るやろ。押してみ。押してる。押してるか。どう。おお。おしゃおしゃ。ええね。おっしゃ。シンデレラじゃない。ナイフ。おお。止めまーす。すげえ。あ、前より全然 R がええわ。きれい。きれい。でこういう風に施工ボードと曲げ合板をこうドン付きで合わせることによってツラが合ってくるので、この方法だとパテ埋めがほとんどいらないですね。せーの。やるなぁ。おー、きた、ダメダメ、きたきた、ついに着きました。今回、まあ、前回と違ってこの900で残してそのまま貼ってるんで、このなんか R の形も綺麗ですね。満足です。なだらかっすね、R がね、なんかなだらかでいい。うん、綺麗。このツラが合ってるのめちゃくちゃいいわ。確かに前もうこれの上やから、もう丸々厚み分の段差ができた、ね、間違いない。これ前回見てない人は必ず見てください。うん、これが正解だ。うん、
次の枠を止めよう。やっぱ出るんすかね。出ると思う。出る。出る？あれですよね、あの間接照明のとこやつですよね。あ、そうそう。間接照明が隠れる。今回は漆喰を塗っていくんですけど、またねローラーで塗れるかやってみます。塗れると思ってるんですけど、ちょっとこう材を柔らかく攪拌した方がいいですね。あ、塗りやす。あ、珪藻土同様塗れますね。これいけるわ。いい色。いい色や。乾いたらちょっとトーン上がるっぽい気がするけど。うん。今回のハケ目はどっちで行くんですか。前回横だったじゃないですか。横でしょ。今回も。うん。ってことはこの段階でもう横で乗ってた方がいいんですか。あ、そっか。横やな。横。郊外だから。うん。こっちやろう。危ないし。はい。じゃあ僕こう。うん。いいぞ。うん。
今から2回目塗っていきます。これ乗ってんの？なんか乗った。なにこれ？あーもうなんか嫌。ちょっと待って。これ切れてんだよ。俺ここは全部すごいね。ここがちっちゃいですよ。日頃の感謝を込めて毎日ね、ご飯と洗濯とありがとうございます。ありがとうございます。